Bonjour! 皆さんこんにちは。アンサンブル講師のやすこです。今日はスタッフのみきさんと一緒にフランスのパティスリーで購入したケーキ、そしてそれにまつわるフランス語の表現を紹介したいと思います。みきさん、今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いきなりお礼が来ると。嬉しい仕事に感謝しております。そうなんです。スイーツ好きにはたまらない。豪華ですね。カラフルだし、これは選べないですね。本当に華やかですよね。そうなんです。選びきれないけど、今日は代表的な5つのケーキを紹介したいと思います。まずその前にフランス語表現から入ります。こんなにたくさんありますけれども、どれを選んでよいかわからない、そんな表現いってみましょうか。そうですね、レストランでもよく使われるセリフですね。確かに、いろいろチョイスがありすぎる時です。 Je ne sais pas lequel choisir. Je ne sais pas lequel choisir. Je ne sais pas lequel choisir. と言います。どれを選んでいいかわからない。では、こんなたくさんありますけれども、見た目も綺麗ですよね。この目で見ても楽しめるケーキ、 Ce sont des gâteaux que l'on peut apprécier avec les yeux. Ce sont des gâteaux que l'on peut apprécier avec les yeux. という表現です。ではどれから行きたいですか。どうしようかな。じゃあ手前のこちらから行きましょう。これ近くでご覧になりますか。はい、濃厚ですね、きっとカカオがね。タルトレットオショコラ、楽しみですね。タルトレットオショコラ、 une tartelette au chocolat、 une tartelette au chocolat。 これまあタルト、チョコタルトなんですけれども、ちっちゃいでしょ。普通の une tarte っていうと何人も一緒に食べれるケーキの1台みたいな。そうですね、あのお店に昨日買いに行った時も大きいやつとこちらの小さいバージョン2つありましたね。そうで、これが小さい方なのでタルトレット、ちっちゃいタルトという意味なんですね。はい、このような断面になっております。では私もいただきます。チョコタルト、うん、カカオの味が強いし、このクッキーのところの歯ごたえがすごくいいですね。シャキシャキして、うん、ショコラの香りもいいし、タルト美味しいですね。チョコ好き向け、チョコ好きと、ケーキにはカフェということでカフェを用意しています。では先ほどミキさんがおっしゃっていたカカオの味が強いという表現、 Le goût du cacao est fort. 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 という表現。そしてまたサクサクしてますね、このビスケット状のタルトの生地が。歯ごたえが良いという表現。C'est croustillant. C'est croustillant. C'est croustillant. C'est クロスティオンというふうに言います。では次々参りましょう。じゃあこちらもミニタルトですね。年中ありますよね、こちらね。そうですね、あんまりフランスって種類変わらないので定番って感じがしますけれども、はい、こちらはリンゴタルトですね、はい、そう、リンゴタルトでもさっきと同じで形が小さいですね。ですのでこれもユンタルトではなくてUne tartelette の方で使います。 Tartelette aux pommes. Tartelette aux pommes. Une tartelette aux pommes. Une tartelette aux pommes. では早速いただいてみましょう。はい、 Tartelette aux pommes ではいただきたいと思います。リンゴの香り、あ、このタルトのバターの香りもいいですね。これリンゴの下にこのクリームみたいなものがすごく美味しい。タルトってこの生地がしっとりでちょっとクリームの乗ってて、
すごくお茶に合うデザート、リンゴ。この端っこの部分がカリカリして、うん、このちょうど丸い真ん中の部分がこのしっとりしてる、このハーモニーがいいですね。そう、ちょっとこう断面図見えますか。断面図すごくサクサク系としっとり系が、そうですね、このリンゴの下がしっとり、うん、リンゴの甘みで美味しいですね、ぜひ。はい、このリンゴの素材もまたね生かされてとっても美味しい、ちっちゃなタルト、タルトレットです。はい、ではタルトレットが2連続3連発目もこちらでいきたいと思います。フランボワーズタルトです。じゃあちょっと近くでね、実はねこれね昨日買ったので、ちょっと昨日はこのフランボワーズが元気だったんですけど、ちょっと疲れちゃいましたね、一日経ってね、でもお味の方は美味しいんですよ。なのでちょっと実際本当はもっとキラキラしてるんですけれど、やはりね自然のものを使ってるので、フランボワーズタルトですけれども、先ほども2連続していたように小さなタルトなので、タルトレット、こちらをまた使います。タルトレット au framboise、 タルトレット au framboise、 une タルトレット au framboise、 une タルトレット au framboise。 ではケーキ入刀、うん、いただきます。美味しい、止まらないですねこれね。これね、うん、すごく重そうに見えて軽いので、うん、だから結構バクバクいけちゃいますよね。はいですね。ちょっともう一個食べていいですか。止まらなくなっちゃいます。まだ2個ありますからね。いや本当にね、ちょっといいですか。うん、この美味しい。うん、これもう本当美味しすぎて止まらなくなりますね。今まで食べた中で一番ヒットかも。うん、やっぱりフルーツとのハーモニーがいいですね。うん、本当になんかさっぱりしてるのにこの後を引く甘さとサクサク感の中にあるバターの旨味と、本当にこれ止まらないです。フランボワーズ、うん、ちょっと疲れてるように見えますけど、うん、まだまだ大丈夫でしたね。美味しいです。ということで、これは美味しくて止まらなくなる、そんな表現をご紹介します。 C'est tellement bon que l'on ne peut plus s'arrêter. C'est tellement bon que l'on ne peut plus s'arrêter. C'est tellement bonque l'on ne peut plus s'arrêter. C'est tellement bon que l'on ne peut plus s'arrêter. という表現。後を引く。もっと食べたいけど。次に行きます。はい。では、次。こちらです。一見、シュークリームみたいなんですけれども、近くで見ていただきましょう。これはですね、パリブレスト、パリブレストという名前のケーキなんですね。このシュークリーム、シュー生地にクリームが入っているすごく有名なお菓子です。これはパリブレスト、カタカナでそうですけど、フランス語読みするとパリブレスト、パリブレスト、アンパリブレスト、アンパリブレスト。本当に地名のパリとブレストの名前がついてるケーキです。もうガッチリ入ってる感じ。なんかナッツみたいのが上に乗ってます ね。アーモンドじゃないかな、うん、じゃあこのクリームいってみたいと思います。軽い、うん、あ、なんかこうキャフェ系かな、うん、すごい甘さ控えめ、うんうんうん、生クリームもふわふわだし、これ大人の味ですね、うん、これなんか生クリームっていうな、何か、うん、なんかね、このクリームふわふわ、シャンティ、生クリーム、なんかね、生クリーム、うんうんうん、ね、すごく美味しい。この上にあるアーモンドのナッツみたいなのもすごく美味しいですし、ぜひ大人のお菓子ですね。このコーヒーととってもハーモニーが絶妙なので、ぜひこれどこでも本当にお買い求めできるタイプ、パリブレストです。このパリブレスト、すごく歴史のあるケーキなんですよ。多分そうだと思います。うん、ちょっとここでね、パリブレストとはってなっちゃうと長くなるので、これは歴史のあるケーキですという表現を紹介します。C'est un gâteau qui a une longue histoire. C'est
c'est un gâteau qui a une longue histoire. 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 いや、これ使えるといいですね。会話の幅も広がりますね。ぜひスイーツの時に使ってみてください。では、あんだけあったケーキが最後の一個になってしまいましたけれども、最後こちら、ギワーズモーガナエクレアです。はい、では、近くで見ていただきましょう。こちらもね、エクレア、今回はチョコを買ったんですけれども、このキャフェのバージョンもありますね。このエクレア、カタカナでエクレアって有名になってると思うんですが、フランス語では、エクレア、エクレア、un éclair, un éclair と発音します。ですので、パティスリーに行った時には、un éclair s'il vous plaît と使ってみてください。いただきます。なんかチョコもすごくさっぱりした甘みというか、そんなにこの、わ、重たチョコって感じじゃなくて、すごくさっぱりパクパク食べちゃう感じのこう、すごくなんか見てください、こんなに濃厚なのにすごく食べやすいエクレアです。はい、ではエクレアも美味しかったですね。今日はミキさん5種類のケーキをいただきましたけれども、何が一番美味しかったですか？全部美味しかったし、ちょっとこのビデオを撮影する前に、いやこれちょっと食べきれないし胸焼きしちゃうかなと思ったのに、全部甘さ控えめですごく美味しくて、普通にさらっといけちゃってびっくりしてます。私もです。5個もあるのと思ったんですけど、最後まで美味しくいただいちゃいましたね。ではあなたもぜひフランスに来て、いろいろなケーキを食べ比べてみてください。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。アビアントー、ボナペティー。アビアントー。ミキさんもありがとうございました。ごちそうさまでした。